皆さんこんにちは。第1回目の交流文芸の動画はご覧いただけましたか？2回目は私ソルフェージュを担当してます広田美穂が、ご案内いたしたいと思います。そして伴奏を今回もつけてくれたり、あの説明も一緒にしてくれるのが森先生です、はい、どうぞ。はい、ということで2回目の登場、森です。よろしくお願いします。森先生はね、毎回、登場してくださると思います、ね、毎回出てくる、はい、ということで、はい、今回は何番をやりましょうか。はい、今回は2023年度の入試課題にあります52の A、そして55の A、この2曲を、扱っていきたいと思います。52の A、52の A 今見たんですけど、はい、これシャープいっぱいありません？そうなんですよ。ちょっと皆さんも楽譜を見ていただけると分かると思うんですけど、1,2,3,4,5 5個ついてます。そうなんです、5個つくっていうことは大変ですね、はい、そうなんです。なので、うん、シャープがついてないのがミとシ、うん、この2つですね。これシャープを歌う時っていうのはなんかこれ気をつけなきゃいけないポイントってあるんですかね。1回目の動画の時にドレミで歌わなきゃいけないって言ってたの。ドレミで歌わなきゃいけないわけだから、これシから始まるんですよね、この曲がね。そうなんです。で、これがですね、音名というので基本的に今は、ソルフェージュ歌うようになってます。ここのシをドと呼んで歌う音階もあるんですね。なるほど。それを実は移動ドで読むという形で、交流文芸には実は2パターンの歌い方というか読み方、音の読み方というのがあります。なるほど。はい。で、はい、まず私たちは固定ドというその音そのものの固有の音の名前ですね。それで歌う。なのでこの52の A というのはシから始まってシファソミというふうに歌います。これをその移動ドで歌おうとするとシをドと読まなくてはいけないということは、その後どうなるかというとドソラファと音を全部ずらして読んでいかなくちゃいけないんですね。これ難しくないですか？これなかなか大変ですよね。これ僕はできない自信があります。ドソラファってこうじゃない？そうなんです。これだと胃腸になっちゃいます。そうなんです、胃腸になってしまうんです。ドで本当のドで歌っちゃうとダメと。だから試験の時は開始音もらったらこの音外さないように。そうですね、ですよね。基本的にはその固定度で皆さん練習していただいて、歌うことが多いと思うんですけれども、この移動度で勉強するメリットっていうのも実はあります、うん、移動度で勉強するメリットとしてはその音階の音で読んでいるので音程の感覚を養いやすい、勉強しやすい、音程を取りやすくなってくるという部分があるんですけれども、やはりデメリットもあって、うん、転調していくとそのたんびにどの位置が変わってしまう、うん、ということになりますので、まずは固定度で歌って練習をしてみましょう、うん、なるほど、はい。1,2,3,41,2,3,4
1、2、3、4。でちょっとその52番の中で気をつけていただきたいポイントっていうのがいくつかあるので、はいはい、ちょっと、確認してみましょう、うん、10小節目ですね。10小節目、はいはい、で10小節目の2拍目のレ、そして3拍目の裏のレ、これ1オクターブ飛んでます、うん、でここ準備しっかりしておかないとレに上がりきれないことが多々あるので、なるほど、ここの1オクターブの跳躍ですね、ここはちょっとしっかり次に飛ぶ音をイメージして、うん、やっぱり準備するっていうことをしてきま、していきましょう。ちょっとその前の小節からいきましょうか。シーラソ、ここですね、うん、そういきます。1、2、3、4。シーラソラハレレド、このレドですね、この1オクターブをしっかり準備して上がるようにしましょう。はい、そしてですね、15小節目のシファミドの音なんですけども、大丈夫ですか。そうですね、後ろの2小節ですね、最後の2小節、このシファミドシの音がやっぱりちょっと取りにくい人が、うん、ファの音が取りにくいのかな。あ、ここですね。でも伴奏あったらいけるんじゃないですかね。そうだと思います、ね、はい、ここだけやってみましょう、はい、1、2、3、4。シファミドシとなります、うん、ね、なのでこの2箇所を特によく注意してこの52の A は練習してほしいと思います。なるほど、はい、ラシドレミソファラソレドシドファ、これ引っ掛けじゃない。そうなんです、